毎度おなじみ逆転裁判6の一幕、ゆうがみさんの依頼で弁護することになった内館すする。ところがこの男、薬湯を飲んで気持ちよくなってまともに話せない。薬湯を飲むのはストリートでファイトする方の6だって。いいんだよ、どちらにしろなぜか酔っ払うんだから。ではここで謎かけ、証人の発言とかけて人生と解く、その心は。どちらも意義があるでしょう。逆転裁判6第4話、逆転寄せ。お後がよろしいようで。逆転裁判4、5、6、驚きセレクション、2024年1月25日発売予定。